つまとくー。はい、ということで今日もですね、つまとくーシリーズ家でやっていくんですけれども、今日はね、ちょっと聞いてくださいよ、タカ子。はい。なんと、案件です。おぉ、しかも、おせち。やったー、おせち。おせち超好きだもんね。そう。おせち。まあ、俺、人生でさ、おせち、11月に食うの初めてなんだけど。まあ、そうだよね。で、今回、いただいたおせちがなんか、これ、なんか、おせちです。ちょっとね、これ案件だから、品物とか間違って紹介したらダメだからね。カンペを見ながらね、紹介していこうかなと思うけど、とりあえずじゃあ、開けていきますか。こんな感じでございますね。ちょっと1の10か、これ。はい。あれ、めっちゃ栗きんとん好きなんや、これ。2段目いくよ。はい。はい、2段目。お、エビ。おせちを久々に見たな。いや、こんなうまそうな匂いするっけ。ちょっといきます、3段目。はい、うっ。おー、出ましたね。で、地味にこの、新庄、カニ新庄うまそうなんだけど。爪、うんね、の飛ぶね。うん。で、ちょっともう一個、サムネを上げていきます。こんな感じ、とりあえず。はい。はい。ってことで、今こんな感じで、今回はお塩2つね、お願いしたんだけど、めちゃくちゃ豪華よ。お正月でもこんなの見れないからね。とりあえず今日は前回と違って、まあおせちだから、まあ、白いご飯って感じじゃないよね。うん、そうね。酒とって感じだから、まあこんな感じでね、今日も用意してあります。今日もビールでいい？あ、ビールで、最初ビールで。どうする？紹介する前にも飲んじゃう？ちょっと一回飲みたいね。一回飲みたい。ちょっと今水分立ちしたから。いい、ちょっとひとまず乾杯しましょう。はい、はい、お疲れ。何もしてないけど。おー、キンキン。あー、うまい。今日も喉がうなってますね。今日も漫画みたいって言われてな、喉が。一旦いただきます、しますか。はい、はい、いただきます。いただきます。はい、とりあえずやっぱ1の10から。あ、そうね、行くべ。なんか食いたいのある？久々の大好きのあのお重。いや、でも全部食べたいから、私端の方から結構順番に攻めたい人なんだよ。攻めたい、うん、じゃあもう最初食っていいよ。じゃあかまぼこから。かまぼこ。じゃあちょっともらうけど、とりあえずかまぼこをちゃんと一切れで2食に。はいはいはい、いただきます。はい。うん、あのお正月に食べる、あのプリッとしたいいかも。あ、なるほどね、うん、ちょっと高めの、うんうん、ちょっと俺も食べちゃおう、これ。あー、うん、うまっ。これ酒ですな。酒ですよ。酒ですな、これは。これさ、うん、今1個聞いてたんだけど、うん、これ全部紹介したら今日撮影4時間ぐらいかな。そうなんだよね。まあ、いろいろはとっていこうか。うん、うん、おすすめとかあったらそれ出したいけどね。おすすめ別になんかないよね。カンペに書いて、もう全部がおすすめですねことじゃないの。うん、こんなのはちょっと間違ってたわ。え、一個間違ってた。何、食べる順番。こっちが1の10だったあの、大きいのが入ってるのが1の10だったわ。下からだったのね。下からちょっとね、これ案件だから、品物とか間違って紹介したらダメだからね。今の食ったの3の10だったわ。こいつ、額がないの。額がないのがバレるね。おせちすげえ好きとか言うから、二人して全然知らん。まあまあ、好きなように食べるのが一番いいでしょ。ちょ、みんな間違わないように、こっちが1の10、2の10、3の10ね。とりあえず、じゃあ1食べる？あ、そうだね。なんか1食いたいのある？私ね、うん、おせちに入ってる魚好きなんだよね。ああ、魚わかる。そう、魚が好きなの。めっちゃわかる。魚を食べたい。食べな食べな。じゃあこの辺とか。ちょっと魚。うまそう。いいですね。わかる。それ、そういうのわかる。すげえわかる。俺もあの痛風だけど風邪のことか言っていい？ああ、いいんじゃない。今日は。今日はいいかな。ああ、カツノコって一口で一本いくもんじゃないよね。ああ、いかないね。いや、うまいな。うまい。うん。
どう、魚、うんうんうん、魚もうまい、うん、美味しい、うまい、うん、で次行こうか、はい、なんか、新条みたいな、カニ新条みたいな、あ、エビ、エビじゃない、カニ爪新条、うん、これそのまんま、お醤油つけた方がいいんかな、そのまんまじゃない、味ついてると思うよ、してから、ちょっといただきます、うん、綺麗に、うん、ついてる、うんうん、このまんまでうまっ、うん、なんか好きなのいっちゃってくださいよ、もう1から2から3から、ちょっと卵焼き食べて、あ、卵焼き、卵焼き、はい、ここにいると思って見えなかったけど、これ どこも切れ目あるよね、切れ目あんのそれ、失礼します、うん、じゃあこういうのって切れ目の概念がないでしょう、 あ、じゃあ1個、ことぶきぶった切ったらダメでしょ、俺なんてまあ切っちゃうよね、これパンパンだね、すんごい卵を使ってる感じ、密度すごいね、うん、あ、うん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 、え、ちょっと俺も食べようそれ、厚焼き卵、あのお寿司屋さんの卵とか違う、あーこれ、うん、ちょっとこれ見えるかな、密度、密度やばいね、密度すげえわこれ、これかじっていい、いいよ、白だしって感じ、うん、そう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 、おいしい、うん、うん、2の10とかさ、酒飲みの宝庫じゃない、このたら焼きたらことか、うんうん、炙り、ね、うん、うまたらこ、たらこうめ、その横のもうまそう、これなんだと思った、明太風味サラダだって、これ、これこれが明太風味サラダだって、明太風味サラダ、うん、なんだろう、食べてみ、初耳なんだけど、それ明太風味サラダ、うん、ね、これテイク2いける、これテイク2だけどテイク1みたいにいけるこれ自分の話です、ちょっとカメラが追いつかないんだけどもう一回やり直して、うん、俺編集で1回目切ると思った、多分残すよこれ2回目でいく、あ、サクサクしてる、そう、初めてみたいな 食レポするね、うん、でもこう見るとうまそうなの多いな、そろそろさ、もう30分経ってるじゃない、あ、もう早いね、動画的にはさ、そろそろこのボイルロブスター行くべきじゃない、うんうん、ね、ちょっとこのど真ん中に鎮座してるこのロブスター、でもさ、ちょっとこれさ、どうやって食うのこれ、バーンじゃん、バーンバーンバーンじゃん、痛い痛い、これ結構、どうも何も違う、どうも何も多分違うって痛い痛い痛い、あ、いけたいけた、おー、いけたいけた、おー、あ、冷たい、めっちゃうまそう、うわ、でもめっちゃうまそうじゃない、うまそう、俺めっちゃうまそうじゃない、ブリやろ、ブリブリッブリしてるブリッブリしてる、うままだ半分ぐらいしか手つけてないけど、うん、こんだけ外れないおせち珍しいな、うん、やっぱ一回さ、うん、通販とかなんかで買ったやつさ、冷凍してるからだけど、うん、その分結構外れの品物になっちゃうのも多いじゃん、うん、ちょっと作った時はうまいんだろうけど、ね、ちゃんと解凍してもこれうまいな、うん、こっちのこれを食べよう、こっちの魚、うん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 、サバ何これ、イワシとかじゃない、イワシか、サンマ、あ、サンマか、へえ。サンマのゆず煮だね、うん、うん、うまい、うん、ハム、ハム、これよ、うん、スモークチキン的な感じだと思うんだけど、どれ、どっかな、ここ、待って、言う前にちゃんと確認をしよう、スモークチキンです、合ってます、はい、筋肉の味のやつで、筋肉の味だね、うん、俺が今一番取るべき商品だね、うん、じゃあ一口でこれ筋肉を一口で全筋肉、うん、
どこ飲む？日本酒も飲みたいな。日本酒行く？じゃあ次これ飲む。日本酒。お正月といえば。お正月といえばもらいもんだけどね。そう。うん。おばからもらったと思われる。おばからもらった。今日も。限定品じゃない？大吟醸限定品だから。本当だ。これどんぐらい寝かした？1年わかんない。いや、製造年月日がね、2020年の12月だからね。2年2年2年もう色がちょっと、うん、ちょっと、はい、飲みやす。飲みやす、飲みやすいよね。なんだこれ、飲みやす。ベロベロになる、これダメだね。うわ、あの日本酒飲み始めてから聞くね。もう締めたいもん。もうちょっといろいろ食べる。もうちょっと食う、はい、もうちょっとさ、なんかザおせちっぽいのとかさ。じゃあ黒豆でしょ。あ、そう、食べてないじゃん。黒豆と栗きんとんでしょ。ここら辺でしょ、これは。まあ黒豆はね、あ、でもすごいね、やっぱ冷凍だけどさ、うん、ふっくらしてるよ。解凍したのにふっくらしてる、うん、ちゃんと。なあ、美味しい、これ。こういうのとかも好きなんだよね。南蛮漬けみたいな、これ。南蛮漬けっぽくない？っぽいね。お魚？ハモとか。なんか南蛮漬けだけど、南蛮漬けだと思うじゃん。そこなんだ。そもそもそこが。今、俺が食べたのは、糸よりエスカベッシュ。なんかビネガー系、うんうん、まあでもオイルビネガー、うんうん、まあ揚げてる感じだけど、うんうん、調理法で言ったらなんかマリネらしいよ、うんうんうん、なるほどね。食い切らんな、これ、まあ、夜と明日お正月みたいな3日間閉めるじゃあもうそろそろ1時間超えてくるから、はい、お正月らしいもの食べて締めようか。はい、もう十分しょ、取れたか。いいわ、お腹いっぱい酔っ払ってきた。ゆっくり食べてるしね、お腹食べてるとね。とりあえず栗きんとんを紹介したいのよ。ああ、そうね、好きだから。好きだしね、うん、真ん中の栗も食べてくださいよ。いや、ほら、どうべ、どうべって何か、どうだべどう？おいしそう、いいんじゃない？おいしそう、おいしそう、おいしそう。うん、うまっ。ということで、今おせち食ってきたけど、どう？おせち。美味しかった、久しぶりに。いいよね。てか、久々のおせちが当たりだと嬉しいよね。うん、正直当たり外れあるじゃない、うん、めちゃくちゃ当たりだったから、もういいなぁと思ったんだけど。このおせちなんですけど、楽天で買えるおせちでして、でですね、あの僕の概要欄の方に販売ページの方は載せておきますので、このおせちね、だいぶリーズナブルだし、いわゆるなんか有名どころのデパートみたいな、高いやつに比べたら全然安いから、うん、まあ、気になる方はね、あの概要欄から、このね、おせち買ってください。まあ楽天だから、なんか12月中にセールもあるっぽいし。あー、ポイント運売ね。ポイント運売のやつね。はい、まあそのタイミングで買ってもらって、そこでも正月間に合うみたいだから。まあ、買っていただけたらなと思います。今日は案件だけど、マジで1ミリも忖度なしに飲んで食べたね。そうね。あ、あの、童話だからどうとか、そういうことはなしに、あの、シンプルにね、荒井家の意見として、このおせちはこんぐらいの美味しさだったよっていうところをね、今日の動画で見てもらえたらなと思います。ということで、終わり。はい。